美容と健康の仕事にはたくさんの種類があります。例えば、美容師さんだったり、ネイリストさんだったり、アロマセラピストさん、ヨガインストラクター、あとは栄養士さんなんかもそうなんですけれども、あの、直接的にお客様を綺麗にしたり、健康にしてあげたりする仕事。これが一つ目。二、えー、つ目は、私たちのように化粧品会社として化粧品を作ったり、あとお店でそれを販売するために選ぶバイヤーさんなんかもいますね。 えー、最後は、美容の雑誌を作る、えー、編集の方やライターの方、あとは美容家さんとして自分の美容のメソッドを考える方もいたりします。どの仕事も,も本当に大切な仕事で女性を幸せにするという、あの、本当に素敵な仕事だと思います。